皆さん、こんにちは。ということでね、本日もやっていきたいと思いますけども、ちょっとね、あのー、もう動画撮ってあったんですけどもね、速報が入ってきまして、えー、大谷翔平結婚したということでね、出ておりまして、インスタグラムの方で発表されたということで、まあ、びっくりというか、まあ、そうだったのかっていうかね、まあ、ワンちゃんを飼ったとかね、いろいろとありましたからね、まあ、誰がこうね、シーズン中面倒を見たりとか、いろいろとね、あると思ったんですけども、やっぱりそういう方がいたんだな、ということでね、まあ、納得というか、 うん、やはりか、という感じでしょうか。で、いつも温かい応援をね、いただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますけども、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきますということでね、出ておりますね。で、新たなチームと新たな環境での、えー、スタートとなりますけども、二人、カッコ一匹も、で、力を合わせ、支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っておりますと。で、まだまだ未熟な点も多々あると思いますが、温かく見守っていただければ幸いですと。 来抵は日本人女性ですと。で、明日の囲み取材で対応させていただきますので、今後も両親族を含め、無許可での、えー、取材等は、えー、お控えいただきますようよろしくお願い申し上げますという感じですね。という形で、まあ日本人女性で、まあ誰なのか一般人なのかとかっていうことも書いてありませんけどもね。まあ明日何かしらあるのかもしれないしね。いやーまあでもね、良かったんじゃないでしょうかね。まあ彼もね、それなりな年齢になってきましたしね。 で、いろいろとこう野球に集中するにあたってもね、ええー、その生活面とかもいろいろとね、支えてもらえるんでしょうし、まあ、支えてもらっていたのかもしれない、もう以前からね、おそらくね。まあ、どの程度でこう、まあ前からこう付き合っててっていうのかもしれないし、まあ最近こう付き合ってっていうのかもわかんないんですけどもね、それはね。ただもう前々から支えてもらってた方なのかもしれないし、まあそれだったらね、非常に良かったのかなと思いますしね。まあ、これでより一層ね、 野球をこう頑張れる。さらにね。まあ今までも頑張ってるからね、あれなんですけども。さらにまあパワーアップした大谷翔平が見られるのかもしれないね、ということでね。いや、本当におめでたいニュースだなと思いますね。ただ、日本中の今日いろんなところで、まあこの時間、まあ悲鳴が聞こえてるような気がしますけどもね。まあ個人的にはまあね、別に関係ないので、まあ良かったなっていうだけですね。うん、本当におめでとうって感じですよね。という形でまあ明日、 え、いろいろとまたね、情報がね、出てくるのかもしれませんけどもね。まあ普通の一般の方だったらあれですけども、まあなんか有名な方だったらよりびっくりするなぁとも思いますしね。 ま、明日のちょっと情報待ちかなと思いますがね。ちょっと楽しみですね。どういう感じなのかね。というところでね、速報としてびっくりなニュースが入ってきましたのでね。えー、ちょっと最初に入れ込みましたけどもね。まあ、この後は、ま、今日の山本忍情報なんですけどもね。まあ、本当はもう今日はそれがね、メインだったわけですけども。もうどっか飛んでっちゃったみたいな感じでね。多分、まあ、夜のニュースなんかもね、こっちがメインになっちゃうんじゃないかな、みたいな話ですけどもね。 ただそれぐらいまあびっくりニュースではあったし、まあおめでたい話ではあるんでね。まあ本当にね、えー、おめでとうってう感じですしね、えー、いやよかったって感じでしょうかね。というところでね、まあ大谷翔平結婚発表ということになりました。昨日は大谷翔平がドジャースデビューとなりましてね、えー、初出場でホームランということになりまして、いいデビューを飾りましたが、 今日は山本義信がデビューということになりまして、こちらもですね、素晴らしいデビューとなりまして、今日は2ニングを投げまして、1アンダ無失点3奪三振ということでね。 いやー、まあ、悪巻のピッチングという形でしたね。という感じで、まあ、後ほどですね、試合内容もお伝えしますけども、ちょっとね、えー、彼の、まあ、コメントとか、インタビューとかですね、その他の、まあ、たくさん記事も出ておりましたので、まあ、そちらからね、情報をお伝えしていきたいと思いますね。まず、初回ですよね、セミエを三振に取りまして、カーターに先代のヒット、まあ、これもちょっとね、えー、詰まったような形でしたけどもね、まあ、初ヒット浴びました。ただ、えー、注目の若手ラングホードをダブルプレイでね、結果3人で抑えまして、 二回裏もですね、ローを三振、ハイムがレフトフライ、タベラスを三振ということで、まあ、こっちはね、えー、ヒット打たれることなく三者凡退で抑えて、まあ、今日の当番は終了したという形にはなりましたね。19球で、えー、16球がストライクかな、ということなので、まあ、タベラスの打席ぐらいかな、うん、あとは、 えー、セミエンの打席もあったかもしれませんけども、まあ、ほぼほぼストライクだったっていう感じですね。というところで、まあ、操れているというかね、しっかりとコントロールもされているかなと思いますし、まあ、オープン戦ね、初出場となりましたけどもね、まあ、上場の、まあ、デビューとなったんじゃないかなと思いますね。本人の感じの、まあ、インタビューとしてはですね、まあ、現状ね、初出場ということになりましたけども、それを終えてね、えー、少しホッとしているというところと、 あとは、ま、これからイニングがね、こう、まあ、今日2イニングしか投げてないわけで、まあ、通常ね、先発ピッチャーだったらもっと投げなきゃいけないからね、イニングが増えていって、まあ、どうなっていくのかなという感じだというところですね。ただ、とりあえず今日の登板としては良かったんじゃないかということになってますね。球種としては、ストレート、カット、カーブ、スプリットと投げたという感じですね。 まあ大体それはすべてね、コントロールされてたんじゃないかなとは思いますよね。あとはまあ今日はとにかく落ち着いて投げようと思っていて、立ち上がりからいい入りができて、テンポよく投げられてよかったという形でもね、えー、話しておりましたね。っていう感じのまあ今日のね、えー、コメントにはなっておりますね。まあやっぱりね、えー、素晴らしいピッチング。でもうほぼほぼね、まあセミエンぐらいかなって思いました。個人的に見てて。 あとは、まあもちろん初見だしね、どういう球が来るかっていうデータもないわけですから、まあ、バッターとしてはね、まだ出来上がっていないバッター、そして見たことないボールが来るので、まあそれはなかなかね、えー、もちろん、えー、彼のポテンシャルからしたらなかなか打ちづらいわけですよ。普通ならね。だから、まあこういう結果もね、普通に彼がね、投げてくれるのであれば、こういう結果になって当たり前だったのかもしれませんけどもね。ただそういう感じの、えー、まあ相手の反応でしたね。 まあ特に三振をね、奪った選手。まあ2回の三振を奪った選手かな。はまあ特にそういう印象だったかなと思いますし。まあスプリットもね、うまく決まっていたしね。うん、非常に良かったのかなと思いますし。カーブでね、ちょっとタイミングをこうね、ずらしたりとかしてね。で、まっすぐも空振りも取れてたしね。まあ、非常に良い,いピッチングだったなと思いますね。ただセミエンだけですね。まあもちろん彼を三振にも取ったんだけど、最終的にはね。ただ、なんか彼だけやっぱね、すごいというか、 まあ初見でね、いきなりバッターボックスに入って1番ですから、で、ああいう対応できるんだと思ってね。まあスプリットとかこうね、下に沈んでってんだけど、振らないとかね、見切るとかね。やはりね、彼はいいバッターだなーって感じましたね。その、彼だけね、本当にちょっと違う対応だったかなと、今日の中ではね。そんな感じはしました。ヒットは打ってないけどもね。というまあ印象を持ちましたね。なので、 まあ、あとはそういうね、いいバッターと今後ね、たくさん対戦していくわけで、で、データも入ってくる。でもって、長い回を投げないといけない、えー、3回りとかね、来るわけですから、まあ、その中でどう、えー、ね、対応していくか、そして相手が対応してきたときに、まあ、どう外すかっていうね、感じと、あとはその、 まあ、サインがバレるというかね、癖が出るっていうことを防いでいくっていう感じもね、えー、出てくると思うんで、これは本当にもうずっとね、メジャーにいるってなると、まあ、当たり前というかね、ちょっとのことでもバレますから、まあ、そこをどんどんね、改善していかないといけない。バレたら直すみたいなところでね、やっていかないといけないと思いますし、で、えー、その登板感覚、そして移動の部分ですよね。で、あとは時差の部分とかっていうことも言われておりますけどもね、まあ、それに対応していってくれれば、 まあ必ず結果が出てくるかななんていうふうにね、えー、今日のまずデビューでは思いましたけどもね。まあもちろんスプリングトレーニングだしね、えー、まあ相手も出来上がってないし、彼自身もまだ出来上がってないとは思うんだけども、ただ今日の結果だけを見てもね、えー、彼がこんだけの大きな契約を得られたっていうのがまあなんとなくわかるかなみたいなね、えー、投球だったと思いますしね。まあこれをシーズンでも行っていってですね、まあしっかりと対応して、えー、結果を出していってくれたらななんて思いましたよね。 という感じでね、今日のデビューとしては素晴らしかったなというところですね。で、あとはね、翔平が応援に来ましてね、まあ今日はウェイだったので、通常試合に出ない選手は来ないんですけどもね、やはり、まあ彼を応援したかったとデビューのね、試合をね、で、サポートしたかったみたいなことでね、まあ車で2、30分ぐらいらしいんですけどもね、まあ応援に駆けつけたということでね、 で、山本義信自身はこう、ね、翔平が来るってことは分かんなかったらしいんですよね。知らなかったらしいんですよね。だから、いることを知った時は驚いたみたいなことも言われておりましたけどもね。ただまあ嬉しかったでしょうしね。うん。で、まあ一平さんがこう、試合の時はね、まあ彼をこう、サポートすることになりますからね。えー、ベンチ内とかはね。 その他はまあ、えー、先の方がいますが、試合になると一平さんがね、サポートするという形になるので、今日はそういう形もね、えー、練習というかまあ、えー、取れたのかな、なんていうふうには思いますけどもね。 まあ、マウンドに行ったりとか今日はしてないと思いますけども、まあ、ベンチ内のでの話とかね、いろいろとあると思うんですが、まあ、そういう形になると公式戦になればね、ということですね。あとはまあ、翔平のね、えー、まあ、評価としてはまあまあだったみたいなね、ことでね。まあ、もちろんこれはジョークでしょうけどもね。まあ、そんな感じの評価をね、言っていたということと、あとは2回ですかね、スリーアウト取ったのにすぐ帰ってこなかったんですよね。だから早く戻ってこいなんてね、翔平にやられてましてね。 で、メジャーは3アウトでやってんだぞ、みたいなことでね、えー、言われていたらしいんですけどもね、本当かどうかわかんないけども、まあ、そんなことも書かれておりましたが、まあね、えー、いい感じの雰囲気でできたのかなと思いましてね、まあ、ちょっとやっぱ緊張してたのかな、初登板っていうのもあってね、まあなんか集中しすぎてアウトカウントをちょっとわかんなくなったみたいなね、一瞬っていうことだったらしいんですけどもね。 ただ、投球内容としては素晴らしいものでしたからね。えー、まあ、これを続けていって、まあ、今のところ順調に来てるのかなと思うのでね。まあ、もちろんこれで抑えだからシーズンも抑えられるっていうのはわかんないしね。あれなんですけども、今のところはもう完全にね、いい形で来ているということなので、それはいいことですからね。まあ、このまま、えー、まあ、負傷とかしないでね、えー、まず、韓国の開幕戦に向けてって感じでね、やっていってもらえたらなと思いますね。で、レンジャーズのね、方の評価も、 まあ監督の評価とかもね、結構高い評価を得られたということで、まあもちろんね、抑えられてるからそういう評価にはなってくるんでしょうけどもね、まあそういう形で、相手チームの選手、監督含め、いい評価を得られていたピッチングではあったということですね。で、ロバーツ監督としてはストライクゾーンに投げられていて、あとは空振りも取れていたということでね、まあこちらもいい評価を得たという感じかなと思いますよね。という感じのですね、山本忍、ドジャースデビュー情報となっております。 そして、OC レジスターの方にですね、まあ、平の話ですが、明日、ま、どっちかのグラウンドで、実戦形式のバッティング練習を行って、金曜の夜に、ガーディアンズ戦に先発するのかな。まあ、先発するっては書いてないけど、おそらくま、先発するんでしょうけども、えー、オープン戦に出場する予定であるということは書かれておりますね。だからま、明日、明後日ですか。 え、また、彼がオープン戦に出て打席に立つところを見られるという感じにはなってるのかなと思いますね。という感じで、まあ、それもね、楽しみですしね。まあ、今日もなんか、あのね、自分が出ない試合見に行くって、まあ、彼の感じからするとね、まあ、もちろん山本由伸が出るから見たい、ね、応援したい、ね、サポートしたいっていうのあるのかと思うんですけども、 まあ彼は自分のことはとりあえずやんないといけないみたいなことあるからね。で、出ないのに移動してみたいなね。それも、まあ普通の選手でもやらないみたいなところですからね。まあ驚きではあったのかなと思うんだけども、ちゃんとまあ、トレーニングは早めにこうなんかやって、 で、切り上げて、こっち来たみたいなことらしいんでね。まあ、しっかりと自分のこともやりつつ、えー、応援に駆けつけたということでしょうかね。というふうには、まあ、えー、書いてありましたけどもね。という感じでね、えー、今日の招聘情報となっております。えー、そしてこのままドジャース情報行っちゃいたいと思いますけども、マンシーが今日デッドボールを受けちゃったんですよね。で、ちょっと早めに退いちゃったので、えー、一応今ね、打撲だと。 左手打撲っていうことらしいんですけども、まあ一応検査するらしいんですよね。明日かな検査する予定ということですけども、まあそんなに悪い感じではないらしいので、多分大丈夫かなっていうところではあるという話ですね。ただまあ検査結果待ちではあるけどもね。まあ今のところそんなに悪そうじゃないっていうことなんで、折れてはなさそうっていうことだとは思いますよね。じゃあシンプル打撲で済めばいいなという感じかなと思いますね。あとはですね、キケですね。キケヘルナンデスも、えー、金曜日かな プリングトレーニングに出る予定であるみたいなところでね、えー、センターで出場予定だという感じで書いてありますね。こちらも OC レジスター。で、明日のですね、ドジャースの先発が、えー、パクストンとなっておりますね。という形の、えー、ドジャース情報ですかね、今日はね。続いてですね、えー、今日のドジャースオープン戦情報となりますけども、まあ先ほどから言ってる通り今日はね、レンジャーズ戦でありましたけども、4対6でね、敗れまして、まあ初、 の負けですね。うん。だから、無敗が、まあ、終わったという感じにはなりまして、えー、5勝1敗1分けという感じにはなりましたね。で、今日の試合内容いきたいと思いますけども、えー、今日はですね、1回もってですね、えー、テイラーがレフトへのツーベースで先頭を出まして、まあ、先制のチャンスではあったんですけども、ラックスがレフトフライ。で、マンシーがデッドボルト。ただ、バーンズがダブルプレイで先制ならず。で、1回裏ですね、ピッチャー山本義信と、えー、セミエンが三振カーターをセンターへのヒット。 ただ、ラングほどダブルプレイでしのぎまして、2回ランもですね、先ほど言った通り、ローが三振、ハイムがレフトフライ、タベラスが三振ということでね、えー、抑えました。そして3回から4回ですね、えー、まあ0点で行きまして、まあ、ランナーはね、結構出てたりしたんですけどもね、だからまあ初回から4回まで、えー、点は入らなかったという感じになりました。そして5回表ですね、ワンナウトからパドローがフォアボール、そしてエヴァンスがバントで、えー、ツアート2塁と、 まあこれは送りバントっていうよりか、セーフティー気味にやって、セーフかなと思ったけど、一塁はアウトで、結果送りバントみたいになりましたよっていう感じの、まあ、ツーアウト二塁ですね。で、続くパヘスがツーランホームランで2対0と、ドジャースが先制。テイラーは三振となりましたけども、この回2点取りました。まあ、パヘスいいね、打撃だったかなと思いますね。インコース気味、まあ若干甘めだったのかもしれないけどもね。えー、まあ、すごい打球だったなと思いましたが、いいバッティングでしたね。 ただ5回裏ですね、ケリーが、登、えー、板しまして、ワンアウトからデュランがスリーベース。そしてワイルドピッチで2対1と。続くホスキューがショートのエラーで、えー、しかも2塁まで行きまして、ワンアウト2塁。続くオネーラスのセンターライナーで2アウト3塁と。ジャンカオスキーがライトのヒットで2対2同点に追いつかれまして、5回裏。そして6回ですね、両チームともランナーを出しましたけども0点。ウォルシュがね、えー、まあ、レンジャーズいますけども出ておりましてね。 まあちょっとヒット、まあ、ポテンヒット、まあ、太陽とか重なったかなみたいなポテンヒットでしたけどもヒットが出まして、なんかちょいちょいヒット打ってるみたいで、まあ、一応ね、えー、まだ試合数少ないけども3アンダーとかかな、という風になってましてね、なんとなく成績も、まあ、いい感じではありますけどもね。 ただ、まあ、まだ試合数があれなんでね、なんとも言えませんけども、ウォルシも出ておりましたと。で、7回表ですね、ワンアウトからパヘスがスリーベース、ホージーの犠牲フライで3対2と勝ち越しましたが、7回裏ワンアウトから連打とフォアボール、そしてツーベースで3対5となりまして、ワイルドピッチで3対6と、テキサスが一気に逆転。八8回表、 え、デイビスですね。もっとエンゼルスにもいたし、まあ、ドジャースにいてエンゼルスにもいたし、で、タイガースに行って戻ってきたというね、あの、デイビスですけども、彼のツーベース、そして最近ね、えー、ま、やたらと打ってます、ウォードのヒットで、1点返しまして4対6となりましたが、 その後は得点できずに、結果4対6のまま、え、今シーズンね、まあオープン戦初の負けという感じにはなりました。という感じで,ですね。まあ今シーズン初負けとなりましたけども、まあなんか今日は前半はね、まあまあチャンスあったんですけどもね、まあそこで点が入らなかったりはしましたが、まあちょっとパフェスがいい感じでね、打ってるなっていうのはありますけどもね。まあその他ちょっと今日はあの、先頭の方がね、なかなか点は取れず、 で、ヒットもまあ出てはいたけどもねっていう話ですよね。ただまあ最終的に1本が出てないみたいなところでしょうかね。っていう感じのまあ打撃陣ではあったのかなとは思いますけどもね。で、ピッチャーの方はですね、まあ山本忍はまあ良かったと。で、その次にね、ハドソンが投げたんですけども、まあ三振は2個取ったんですけどもね、なんかちょっとコントロール定まってないなっていうのと、あとはフォアボール1個出しまして、 まぁ0.2イニン,ングで降板したっていう感じになりましたね。まあこれはまあ球数がね、もういっちゃったからかななんて思ったんですけどもね、ちょっとどうかわかんないけども、まあそんな風には思いましたが、まあ一応三振は取ったんだけどもねっていうところでしょうかね。まあいまいちまあコントロール定まってない感じもあるというところですね。あとはフィリップスはーいいピッチングをしてましてね、えー、彼は1イニン,ング2奪三振ということになりまして、 まあ、ケリーもちょっとね、えー、暴れてる球が多かったかなっていうのはありましたけどもね。まあ、ケリーはですね、1イニングで2失点で、自責は1ということでね、まあ、エラーがあったからとかね、あると思いますけどもね、まあ、そんなところでしょうかね。あとはブレジャーもヒットはね、打たれたんですけども、無失点で抑えまして、まあ、あとはヘルナンデスの4失点っていうところがね、えー、ありましたのでね、これで負けちゃったかなとっていう感じですけどもね、勝ち負け的に見ればね、ただその他の選手、まあ、まだ初登板の人とかもいるだろうしね、 そう考えればね、それなりに良かったんじゃないかなと思いますしね。ただ、あとはもう、えー、これでね、日本だと今日で2月が終わりですかね、ということになるので、えー、まあ、開幕戦がね、近づいてきておりますから、まあ、徐々にね、こう、まあ、合わせていってもらわないとっていうのはあると思うんでね、えー、この後、まあ、数等板して、えー、開幕戦って感じになってくるかなと思いますのでね、まあ、山本さん含め、 あとはリリーフ陣含めね、えー、しっかりと調整してもらえたらなぁと思いますけどもね。まあもうメジャーのリリーフの枠に入りそうなところで、数等番目の人は、えー、それなりに投げられてるかなぁと思いますしね、状態としてももう、えー、かなりね、いい形では来てるのかなぁなんては思うのでね。 あとは当番数が少ないところとかね、状態が上がってない人が合わせていってもらえたらなと思いますね。という感じで今日はですね、まあ4対6ということでね、えー、負けましたけども、まあ内容としてはね、えー、まあメジャー枠的なところで見れば、 ピッチャーの方は良かったのかなと。であとはちょっと打つ方がね、えー、まあ一本出なかったのかななんていう印象ではあるのかなと思いますね。えー、続いてヤンキース情報でトレードルーマーズですけども、えー、ヤンキースがですね、もっとエンゼルスにもいました、ジョーンズをね、クレームということでね、で、グロシャンスを DFA にしたということになりました。で、まあエンゼルスにどのタイミングまでいたんでしたっけまあもうちょっと前だったと思うんですけどもね。 まあ、どっかのタイミングまでは言いましたけども、まあ、そこそこね、こう、注目された選手ではあったわけですよね。えー、二巡目指名とかだったのでね。ただ、まあ、なかなかメジャーでは結果が出ていない状況でありましてね。オリオールズに行って、今、ブルワー,ーズだったのかなから、まあ、クレームという感じにはなったという話ですね。で、彼はまあ、オプションがないので、まあ、このままね、メジャー枠にいて、で、 まあ、ヤンキースの若手の内野手がトリプル A、オプションがある選手はトリプル A で、まあ、試合数を稼ぐみたいなことになるのか、もしくはまたジョーンズも DFA にして、どっかのタイミングでね。で、そのまま通過してくれれば、えー、まあ、マイナーにね、送れるので、まあ、それを狙ってるかもしれないみたいなところでしょうかね。っていう話ですね。 ということで、ヤンキースとしてはですね、元エンゼルスにいましたジョーンズをね、クレームで獲得したということになっております。そしてエンゼルス情報になりますけどもね、OC レディスターですが、ロバート・スティーブンソンがですね、まだちょっとね、肩の痛みがあって、登板してないわけですけども、軽い投球を開始することが許可されておるということでね、まあちょっと出遅れてはいるけどもって話ですけども、まあ重症ではなかったということですかね。あとはステファニックとヒホですね、ちょっと怪我をね、えー、しまして、 ま、この内野手二人ですけども、野球活動は再開されているということでね、許可されたということですね。あとはエヴァン・ホワイトもね、ちょっと、えー、数日ね、動いてなかったらしいんですけども、復帰したということになりますので、まあ、怪我人は出ましたけども、重大なことにはならなかったという感じでしょうかね、エンゼルスとしてはね、という感じの情報になっております。そしてまたトレードルーマーズですけどもね、パドレス外野手補強引き続き関心ということでね、 まあまだ、ガイ外野の補強をね、続けていくということで、まあファムを検討しているということもあるということですね。まあ、プロファーと契約を結んだりしましたけども、さらに誰か加えるということにはなってくるんでしょうかね。えー、続いてメッツのローテーションのね、状況ですけども、まあ、千賀さんの故障が発症したんでね、まあどうなるのかっていうことだったんですけども、 まあ現状で追加するというよりは内部からっていう話になってましたが、ただもう一人ダメになっちゃったとかね、その今後の状況においてっていうことがまあ発生した場合はね、ロレンゼンとか、まあそこをね、今なんか接触しているということらしいので、まあ今の状況で取るというよりか、またね、故障者が発生した場合には緊急で取りに行く必要があるみたいなところのニュアンスだと思うんですけどもね。では一応それで連絡は取ったのかなっていう感じですかね。 続きまして、mlb.com の方にですね、今シーズンブレイク候補ということでね、10名ですかね、バッターとピッチャーと5名ずつかな、上がっておりますので、紹介して終わりたいと思います。で、まず、バッター部門ですけども、CJ エブラムス、ショートでナショナルズですね。で、2番目が、トーケルソンでタイガースと。そして、3番目、レッツのデラクルーズ。で、4番目がですね、レンジャーズのヤン。 で、5番目がですね、カージランスのウォーカーということでね。まあ、こちらなんか大体、まあ、名前が知ってるだろうな、みたいな、えー、有名どころでありますけどもね。まあ、2年目とか、えー、3年目とか、で、もう一回、こう、バーンってね、ブレイクしてくれたらっていう、まあ、候補なのかなとは思いますけどもね。で、ピッチャーの部分ですけども、えー、グレイソン・ロドリゲスですね、オリオールズ。で、ここにですね、2番目にボビー・ミラーということでね、ドジャースが入っておりまして。まあ、彼もね、えー、今年注目というか、 ま、期待というか、そんなピッチャーかなと思うのでね。まあ、ドジャースのローテを支えてもらうぐらいのね、結果を出してくれたらいいなと思っておりますね。そして、3番目がハンターグリーン、レッズ。で、4番目がハンターブラウンですね。アストロズ。そして最後ですけども、えー、ブランドン・ファートですね。こちらは個人的にはま、去年のそのね、えー、ポストシーズンで注目していたダイヤモンドバックスのね、ピッチャーなんですけども、まあ、いいピッチャーになるだろうなって感じたのでね、まあ、その感じた部分が、 正しいのかどうなのかわかんないんだけども、まあ彼も今シーズンね、活躍してくれると嬉しいなと、個人的には思っておりますね。という感じで、えー、今シーズンのブレイク候補10名ということでね、mlb.com で紹介されておりました。ということでね、えー、今日はこれぐらいかなと思いますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。でおります。